岸田文雄首相のぜひ女性ならではの歓声や共感力を十分発揮していただきながら仕事をしていただくことを期待したいという発言に苦言が相次いでいるこの発言の何がいけないか理解できるかどうかが意識のアップデートチェックに役立ちそうだ何度も批判されてきたフレーズを今使った残念な首相 9月13日に発表された第2次岸田再改造内閣では女性の閣僚が過去最多に並ぶ5人となった低迷し続けるジェンダーギャップ指数2023年は146カ国中125位でも特に政治分野のスコアは138位と低いためさすがに国際的な評価が気になったというところなのかもしれない ブルームバーグも今回の登用に注目し今後も継続して女性を養殖に登用し多様性を取り込む糸口とできるかが課題になると報じているしかし記者会見で岸田首相が口にした言葉はあまりにも国際ものだったぜひ女性ならではの歓声や共感力を十分発揮していただきながら仕事をしていただくことを期待したい 女性が少ない現場ではこのように女性ならではの感性といった言葉がよく使われる一見ポジティブに聞こえる言葉だが男性が男性ならではの感性ではなくその人個人の感性を求められることを考えればいかにおかしな要求であるかがわかるその場におけるマイノリティ属性だからマイノリティとしての感性意見を求められるのだが 女性が女性ならではの完成を求められているうちはその女性個人の主体が薄れてしまうまた女性は共感力に長けている女性は共感思考で男性は論理思考といった性別による特性は最近では否定されており性差よりも個体差の方が大きいとされる 男性は共感力が低い、女性は論理的思考ができない、といった偏見、差別につながりやすいため、避けた方が良い言及だ。女性ならではの感性は、女性ならではのしなやかな感性などとも言われることがあるが、女性が生まれつき、男性よりもしなやかな感性、持っているという科学的根拠はない。 もしそう見えるとすれば男性中心社会が女性に対しては適応力や調整力あるいは職場の潤滑油といったアシスタント的な役割を期待してきたことと無関係ではないはずださらに言えば女性登用の際に女性ならではの感性に言及する違和感はこれまでも繰り返し指摘されてきたところだ 繰り返し批判されうんざりの声が噴出してきた表現をこのタイミングで首相が使うがっかり感がある以下はネチズンのコメントをまとめたものです岸田総理は子供たちになぜ総理大臣を目指したのかと問われて日本で一番権限のある人だからと答えたという 総理大臣になって何か成し遂げたいことがあったわけではなくその地位に上り詰めることが目標だった人なのだだから総理大臣になって最もやりたいことを人事だとあっけに取られるようなことを平気で言ってしまう岸田総理がたびたび口にする先送りできない問題とはすなわち自身の延命のみ 内閣改造も延命が目的だから国民の目線に立ったものではないことは明らかだ世襲で同じ地盤から出られないようにすれば少しずつ女性比率は上がると思うある程度女性比率が増えればこういった発言を繰り返す人は減ってくると思う日本の政治家が引き起こす問題の多くは。 努力なく特権を得てて危機感感がが乏ししいい議員のの比率の大きさるると感じる岸田総理は立派だね、国民がいくら反対しても国葬を押し通したし、経団連の言うことは注文もつけず、即取り入れて発表するし、安倍が大切に育てた旧統一教会はできる限り長引かせるし、北朝鮮拉致など立ち消えさせるし。 値上げ合戦などロシアの侵略戦争が原因で逐一私岸田の責任でもないし、私は年収5400万プラス自民党役員手当プラス総理手当で生活をしているので、ゲゲの国民など逐一相手にする時間などないのが現状なんだ。 次の総選挙に向けて派閥間の人事調整に神経を使いすぎて国民の生活そんなことどうでもよい、宏池会が安倍派がと今それどころではなかったんだよ。